こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は eBay で発送国を限定する方法ですね。これはアメリカの Amazon の FBA に入っている商品を売るときは、アメリカの人しか買えなくすると。そうしないと他の国でね、買ってもらっちゃうと送んなきゃいけない。で、送って儲かる商品ならいいんですけど、そうじゃない場合は、FBA でマルチチャンネルで送るから手間もかかんないし儲かると。いう商品の場合はですね、アメリカだけに貸し欲しいんで、他の国から入札できないという設定をしとかないとですね、他の国の人も買えてしまいます。で、そのやり方なんですけど、出品のですね、編集のところで、この Add Postage Detail、ここでですね、Create Postage Policy、ここをクリックします。そうすると、この下の方、一番下にスクロールするとですね、エクスクルードポステージロケーションというのが出てきます。で、ここでですね、クリエイトエクスクルージョンリスト。そうすると発送除外の国が選べます。で、国内なら、私はシドニーにね、設定してるんで、例えばシドニーだったらタスマニアには送らないとかですね、あるいはシドニーの人にしか売らないという場合はもうシドニーが全部ね、チップ入れちゃえば、シドニーの人しか買えなくなると。で、インターナショナルね、アフリカには送らないとかですね。アメリカアマゾンだけに売る場合は、このノースアメリカ、ここだけを、チェックせずに、他は全部チェック入れちゃうというふうにすると、北アメリカにいる人以外は、入札できないというふうになります。まあ、そういう設定しとかないとですね、アメリカ以外に買われちゃうということが起こりますんで、FBA に入っている商品だけをマルチチャンネルで売りたいという場合はこの設定をしてください。また操作方法なんかはですね、わからなければナビもしますし、チャットワークの質問もお答えしますので、お気軽にご質問ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。